私の講演会に共通しているのは、仮に自分が出ないとすれば、あとは市民に委ねるというやり方が、それはあの分かるんだけれども、果たしていいんだろうかと,という声が非常に強くてです、ねあの、無関心では折れないだろうというのが、私の講演会の多くの,あの直言であります来年2月に行われる北九州市長選挙について。 北橋市長は今日の定例会見でこのように述べ5期目の出馬に含みを持たせました北橋市長は前回2019年の市長選でラストミッションと述べるなど5期目には出馬しないことを明言していました北橋市長は新型コロナの感染が落ち着いた段階で出馬について一定の結論を出す考えを示しました